恋愛に役立つゆるふわな番組のグッドよる博士と申します。今回は第103回です。録画したのは2018年12月の6日6日です。僕の著者名はグッドよる博士、主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日ご一緒してくださるのはミックスさんです。ミックスです、よろしくお願いします。はい、今日の流れはいつもの通り2人の近況を述べた後、恋愛に役立つチップスについて述べて、今週のニュースに行って他のコーナーをしていきます。で、最後にあんまり最近してないけど宣伝をします。なお、ゆるふわな番組のスポンサーはカツオさんとエリンさん、そして匿名の方です。近況、ミックスさんどうですか？お、いいですねちゃんと出しますね。近況は、前田、結構私の中のトラウマ一つちょっと解消できた。何ですか、トラウマって前言ってたようなこと？あ、違いますね。なんか私結構、昔、経営者さん、ある経営者さんにすごくこの人の役に立ちたいなと思って、絶対ついてきますみたいな感じで頑張ってた時があったんですよ。仕事一緒にして、でも全然役に立てなくて、結構落ち込んだんですよ。で、なんか一緒に、でもまだ一緒に仕事しようって言われてたんですけど、またその仕事が終わってまた一緒に仕事しようって言われたんですよ。そうです。改めてまだ一緒にここでやって全然いいんだよって言ってもらえたんですけど、なんかその自分か価値なさすぎるって思っちゃって、なんかやっぱすごい方だったんで、でも私はカリオスゴーン的なことを想像してますけど、本当すごくて、でも私はその時ただの OL で、まだそうです、社会人になって間もなかったし何も持ってなかったんで、その人の近くにいさせてもらうことが辛すぎて逃げたんですよ。逃げた逃げたんですよ。逃げた、どういうこと逃げたって急に今日来てないぞ、ミックスはみたいな。ちゃんとご挨拶はしたんですけど、でもなんか一緒にやろうって言ってくれてたのもごめんなさい、ごめんなさいって。なんでその人はミックスさんと一緒にやろうと思ってるんですか？分からないですね。なんかあるじゃん、魅力があったんですかね、分かんないですけど、それで結局逃げてしまって、でなんか私人の役に立てない人間だってずっとなんかトラウマ抱えてたらしいんですよ。らしいね。らしいで、それ自分でも気づかなくて、でこの間ちょっととある方にご指摘いただいて、それトラウマだからみたいなって思ったら、あ、それって過去のことすごい引きずってて、あ、でも今別に過去関係ないからいいか、ちょっと待って、トラウマって分かってもトラウマってなくならないじゃんはいはいはいどうやってなくせたんですか？あ、僕もトラウマいくつもあって、あ、そうなんですか。なんかその時人の役に立てなくて失敗したんですよね。はい、でもそれって1回しか失敗してないから、まだ何回もやって100回ぐらいやってそれでもダメで、じゃ本当に役1回も役に立てなかったんだったら、なんかずっと落ち込んでてもまだあれかなと思うんですけど、私の場合たった1回だったのに、それだけで私って人の役に立てないんだ、価値ないんだって思ってて、もったいないなって思ったんですよ。思えたんですよね。だから、あ、だから過去はもう過ぎちゃったけど、でもこれからじゃその人の役に立てなかったけど、また別の人の役に立っていこうって結構前向きになんか慣れたので、多分結構吹っ切れちゃったんですよね。すごい。っていうのがありました。私の近況。すごいな。僕それ分かっても、まあでも僕が今から喋ることによってもう一回ミックさんのトラウマが復活する可能性がある。本当ですか？いいですよね。いや過去は過去 ね、 ですね。でも100回なんてチャンス普通ないじゃん。そうですよね、はい、1回役に立てなかったらもうダメじゃん。うーんいや、そうないけど、ないんだけど、なんだろうなそうか、結構そうね、トラウマって分かったところでっていうのはあるけどな。そうですね、でも葛藤はやっぱしましたけどね。あ、じゃあしばらく葛藤して吹っ切れたんだ。そうです、1日結構葛藤しましたね。何年前の話ですか？5年前です。うーん、ですね、よかった、5年で亡くなったのはすごくいいですね。そうですかね。でも人によってはね、すごい引きずってる方いますもんね。そうそう、何十年も。そうそう、ですよね。なんか70歳ぐらいの、ね、人がね、15歳ぐらいの引きずってたりしますもんね。そうなんですね。よく僕 NHK スペシャル見てると出てきますよね。はい、最近だと山一証券ってあったじゃないですか。はいはい、山一証券破綻って知ってます？そこで、そういうなんていうかな、まあ人を騙してお金を、言わなかった人たちがいて、山一証券が破綻して、もう7000人のとか15万人とか、まあ、世界中の金融を破綻させた人がいるわけですよ。それは90歳の人とかも引きずってますもんね。そうなんですね。たった1回の失敗で。その人にちょっと教えてあげたくなりますね90歳の方ですか？もうあと1年とか2年とか解放させてあげたいみたいな。
でも全然、うん、ね、もったいない、もったいないなと思っちゃって。そうそう、また NHK がえぐるんだよね。えぐる、まあ、それはともかく僕の近況いきますよ。はい、はい、お願いします。僕はまた僕はあの NHK スペシャルをよく見てるんですよ。あ、はい、もうほぼ NHK スペシャルとクローズアップ現代しか見てないぐらい見てるんですよ。で最近あの外国人材って分かります？外国人の人材、中国人とか、そう、韓国人とか、はい、今ベトナム人とかね、はい、で、まあ、日本って、まあ、これから老人が増えていくわけですよ。我々も老人になっててね、で、働き手がほとんどいなくなっていくと、NHK スペシャルやってるわけですよ。で、なんか例えば岡山県の美作市っていうところは、はい、もう老人しかいない。老人を介護してるのが老人で、その老人が老人ホームにあのおじいちゃんおばあちゃん運ぶんだけど、その道を忘れて帰ってこれないみたいな。すごい、笑っちゃいけないけど笑えちゃうぐらいの、でも他にやってくれる人がいないんですよ。で、幼稚園児もいたりするんだけど、その幼稚園児を運ぶのも老人だったりするんですよ。へえ、怖いですよね。そうですね、怖いです、うん、という時に、人材をもう、うん、世界からよこせと。だからベトナムとか韓国とか中国とか、うん、でも今なんか韓国も台湾も、そのいわゆる老人がどんどん増えていくので、はい、世界中から人材が欲しくて、みんなそっちに流れてるらしいんです。でどうするんだっていうのを NHK でまたやってたんですね、はいはい、それが1個、うんうん、でもう1個が AI ってよくやってるんですよ、はいはい、NHK ね、うん、でそれは誰だっけ、あのマツコ・デラックスとか出てるわけですよ。でそれではAI が、その時爆笑問題かな、まあいいや、その AI が30年後に我々の職を奪うっていう特集してるんですよ。だからなんだろう、 AI がやっちゃうんで、昔だったら、畑を食われて耕してたのが、なんかコンバインみたいな、なんていうの、トラクターみたいなので耕したりとかするわけじゃん。でも今はもう AI に置き換わっちゃったら、もう人がいらなくなっちゃう。だからなんだろう、昔はその技術革新によって新たな仕事が増えるっていう時代だったけど、今もういらないんだというのをやってたんですよね。この2つ合わせるとちょうどよくねえかと思ったんですよ。ちょうどよくね、わかります？わかります。だから一方で人が足りなくなって、一方で人が余る話をしてるわけです。でもそれ別々に語ってるんですよね。もったいないですね。なんだろう、 AI が解決してくれるじゃんって僕言いたくなるんですよね。だからちょ考えなくていいんじゃないかみたいな思うんですよ。なんかこう難しくしてる感じありますね。わざと分けて。そう、わざと分けて。ちょうどね、今ね、なんだっけ、法案が決まりそうになってるじゃないですか。だから外国人材を受け入れる法案を今国会で審議してるんですよ。だからそういう特集してるんです。あ、そうだね。一方で AI は、NHK が AI のなんか機械買っちゃったんですね。あとプロジェクトチームみたいな作っちゃったんですよ。だからなんか AI をちょっと回そうとしてるんじゃないかと僕は思ってて。違うチームをやってるんでしょうね。ああ、そうなんだ。それが近況ですね。あと地球温暖化ってどう思います？地球温暖化、うん、なんかどんどん深刻にはなってますけど。なってると思います？うん、あれ僕嘘だと思ってて。はいはい。でも今もうCOPなんちゃらとか言って、なんていうかな、温暖化についての会議がまた開かれてるんですよ。だからやっぱクローズアップ現代とか NHK でまた取り上げまくるんですよ。で、温暖化ってもう温暖化で儲かる企業とか、温暖化でを大事、フランスとかドイツとか分かんないけど、その辺がそこでお金稼ごうとしてるんですよね。で研究者にそのなんていうか予算は割り当ててるんですよ。でそうするとそこの研究者はやっぱり温暖化が進んでると言いたくなりますよね。そうですね、うん、だからもうそこもちょっとね、嫌だなと思って。なんか深刻さをアピールして国民に不安を植え付けさせようとしてる気がしますよね。そうなんです。言っていいのかなこれ。いや僕に言わされてる感じがあるけど。大丈夫です。本当に思いました、うんうん、だからそれがなんかね、みんな信じちゃうわけですよね。そう、うん、そう。よし、次行きましょう、はい、今日皆さんのやつ読みたいというのもありますからね、はい、次、大好評ミックスピックアップ、真の恋愛テクニックを見極めよう。ドドドドドンと。ですね、これはですね、ミックさんが考えたコーナーでして、世の中の、まあ、インターネット上にあるモテテクニックっていうのは本当なのかというのを僕グッドを入れるとミックさんで、切っていこうということですね。はい。はい、で今回はこれは何だろうな、ね、そのページに行けるかな。なんていうページだろう。これはモテる女子の恋愛テクニックとは
男性を落とす方法の紹介ってやつですか。はい、そうです。C チャンネルっていう、はい、C チャンネル、はい、C チャンネルっていうサイトですね。これかな、これ、うん、これですね、C チャンネルっていう、これ多分結構有名なんです。有名なんですか。へえー、いいですよ。じゃあ、うん、あ、有名なんですね、うん、見たことある女性はいるかもしれない。うん、恋愛に角度の高い、ね、はい、はい、じゃあその1番、これをこれから読んでいき判定していくと、皆さんも判定に加わってくださるといいですね、はい、D ボタンからも押せばね。そうですね、うん、笑顔を絶やさず愛嬌がいい、笑顔を絶やさず愛嬌がいいっていうのがテクニックだと、はい、常にニコニコ笑顔の女子は異性受けはもちろん同性受けも抜群、うん、一緒にいて楽しいと思える愛嬌のある女子は誰からも愛されるんですよ、ハートマーク、鍵括弧モテたい鍵括弧閉じると思っている方はまず笑顔を意識してみてはいかがでしょうか。はい、これはどうですか。はい、あ、そうか、点数ですね。点数ですね。点数、私最初に書きます。うん、私は80点です。80点。その心、はい、その心は、うん、あの、笑顔すごい大事だと思います。本当にこれは、うん、じゃあ暗い顔よりは笑顔の方がいいので。暗い顔よりはいいってぐらいのこと、うん、あ、ただ、うん、あの、じゃあ常にニコニコ笑顔でいるのはどうかっていうところになってきて、はいはいはい、やっぱなんか鷹の花親方みたいにいいですよみたいなね、うん、まあ、時にはずっとそういう笑顔で場をね和ませることもあると思うんですけど、はい、やっぱなんか TPO があるんじゃないかなと思ってるので、ただやっぱりそのなんだろうな、あのずっとやっぱ暗い顔の人って多いんですよ、街中歩いてても。わかります、街中でも明るい顔しなきゃいけないよね。なちょっとでもこの口角を少し上げるだけでも全然違うちょっと今博士の表情これエリンさんがこう抱きついてきた時の顔です。あ、そうなんですね。エリンさん、ありがとうございます。エリンさん、ありがとう、本当にありがとうございます。はい。でもな、そうそう、確かに、あの、なんだろうな、笑顔、普通の顔をしてると、なんか暗い顔になっちゃうんですね、人って。真顔って、なんか暗い感じなんですよね。なんかそれをなんか、誰かがどっかのブログで言ってて、写真撮ってて、これがあなたの顔ですと。皆さんにね。それは、その、なんていうか、ちょっと不快な感じというか、ちょっと冷めた感じに映りますと、だから笑顔気味で実は普通に見えるんですよみたいな、言ってたけど、そういうこと。じゃあなんで20点引いた？それは TPO？ あ、そうです、TPO で。じゃあいつもじゃあ、うん、このニコニコで言っていいかどうかってやっぱ考えた時に、そうではない時もあるんですよ。いつ笑顔がいいんですか？いつ笑顔がいい、もう基本、TPO、人と会ってる時は笑顔がいいと思いますけど、例えばじゃあ、うん、なんだろう、相手から注意を受けたりとか、なんかご指摘を受けたりとかした時に、うん、はいとかってやっても、うん、本当にお前分かってんのかよってなっちゃうので、そういう時はしっかり、あ、すいませんでしたってやっぱ表情を変える必要はあるんですけど、うん、その後にじゃあこれから頑張りますの時に笑顔は全然いいと思うんですけど、それは10回目の失敗でも、10回の失敗でも頑張ります、まあ、待てよーみたいなあの、それはキャラ設定もあると思うんですけど、キャラ設定ね、はい、うん、なるほど。なんで20点引かせていただきました。そうか、80点ね、はい、はい、博士はどうでしょうか。これ笑顔は確かにいいですよね。笑顔って人間が進化上に進化の中で手に入れた、うん、なんて機能だと思うんですね、うんうん、多分それはあなたとは仲間ですよ、あなたは信頼してますよっていうような、うん、なんか意味だと思うんですよね、うん、そう話しましたっけ。あ、聞いてないです。これまた NHK スペシャルですNHK 情報別に全肯定してるわけじゃないですからね、はいはいはい、NHK、 NHK の、 あの人類の46億年どうやって地球が生まれた46億年の中で800年万年ぐらいから 人類が始まり、まあ、最近までいたんだけど笑顔は人類特有なんですよね。あ、そ、他の動物はあれ笑ってるように見えるだけで笑ってないんです、別に。そうなんですね、はい、で笑顔って何なのかと、うん、でそこでまた出てくるのが2000何年かな、あのイラクとアメリカが調子悪い時に、仲悪い時に、軍隊がイラクのある町に行ったんですよ、うん、その話聞きますか、うん、ある町に行った。それは何だろうな、物資、その貧困街に物資を届けるみたいな役割で行ったんですね、うんうん、でそしたらなぜか誰かが、俺たちの神聖なムスクを壊しに来るんだって叫んだんです、うんうん、そしたら大騒ぎになり始めちゃって、うんうん、で軍隊はなんかこう40人ぐらいかな、こう歩いててこう大騒ぎになったらどうします。普通は慌てますね、慌てますよね、うん、で普通よくやるのは銃をバンバンバンって言って静かにってやるらしいです、はいはい、でところがそのいろんなところを
そういうなんか海外派遣に出てた、なんだろうな、その一番上の人が、スマイルって言ったんですよ。銃を置いてスマイルと。でみんな笑ったんです。そしたらこう和んだと。で彼はその方法で世界中みんな解決してきたと。世界でみんな笑顔は共通なんだと、っていう話をまず NHK スペシャルでやるんですよ、はいはいはい、調べたらなんか CNN かどうかでニュースになってたんですよ、ずっと前にね。でそれからまた彼はなんかそういう外交的な立場になったんだけど、それは置いといて、うん、でなんか人間ってやっぱり仲間と敵に分けるんですよ。そうですね、うん、確かに。そう、うん、でその仲間だよっていうサインが笑顔なんです。へ、うん、なので笑顔いいと思う、はい、でもこれ当たり前じゃんって思っちゃうよね。これわざわざ書くことですかっていう。まあでもいい、だからなんだろうな、笑顔を大切、愛嬌はいいって読んだ瞬間、次 の, あのサイトに行っちゃう人いないかなっていう。ああ、サイトへのあれですね。サイト、なんとか。前ちょ こういう時に笑顔を絶やさず愛嬌はいいわけではないって書いてあるのを読みたくなるね。なんだろう、意外というか。わかります。なんか当たり前じゃないこと、みんなが当たり前と思ってないことを書かれてた方が、そうそうそう、確かに。昔あのあるなんか。芸人が出ているお笑い番組で、有名な番組でなんか川島なんか言ってこう、うん、誰かつくチンチンチンみたいな番組あるでしょ、うんうん、はい、あれに出てたことがあって、はいはい、それにこう提出したんですよ、はいはい、こういうね、うん、例えば笑顔を大切にする愛嬌はいいみたいな、うんうん、そしたらプロデューサーかディレクター的な人から、いやそれインパクトないんですよみたいな、これだとチャンネル変えられちゃうんですよ、という意味で70点、うん、すごい。なんか博士はあれですね、このサイトを書いてくださってる方の視点までだからこれみんな書きたいと思うんで、他のこの前やった人も、はいはい、笑顔を大切で愛嬌はいいって書いていいのと思っちゃうんだよね。あ、当たり前すぎ て、ね、怒られるよっていう。あ、うんうん、それは少なくとも5番目ぐらいに持ってこいとかね1番じゃなくてってことですね、うん、でもそういう意味ではこのサイトってすごくなんていう実践的で本当に役立つものを書いてるんだなって気がしますよね。なんか当たり前、誰でもできるものがやっぱ書いてあったので、うん、今回5番目までありますけど、うん、本当誰でもできます。特に何も買わなくても、うん、なんかね、買ったりとか、ね、お金しか、みんな知ってるんだろうな、これな、うん、でもみんなできてないこと、そう、ね、書かれてるので、次行きましょう、はい、2番、清潔感がある清潔感があることも大切な恋愛テクニックの一つ。清潔感がない、だらしがない女子は可愛さも半減してしまいます。丸。また見た目だけではなく中身もだらしないのかなと思われる原因に、日頃の身だしなみはもちろん、外から見えない身の回りのものを整理整頓することも清潔感アップのための近道です。これどうですか。あ、これは200点にしました。100点。あ、200点。200点。上限って何。あ、上限、あ、決まってないんです。決まってなかったんですけど、ね、マイナスやっぱり100とか言ってませんでした。あ、そうですね、あ、すみません、失礼しました。200点勝手に。いや、いいよいいよ、いや、200点でいい、200点でしてください。自分で言った。いやいや、200点。例えばさ、あの2019年の終わりぐらいにさ1兆点とかなってたら面白いじゃん私は5億点ですねみたいな。失礼しました、はい、200点ね、200点です、はい、うん、インフレが起きたんですね200点。その心は、清潔、あ、これ本当当たり前なんですけど、うん、あの清潔感は、うん、じゃあなんか不潔な人が好かれるかどうかって考えた時に、やっぱりじゃあ汚い場所とか汚い空間にみんな行きたがらないじゃないですか。行きたがらないね、うん、ってなったら人も同じで、うん、なので、うん、例えばこれ書いたんですけど、女性で時々なんか見た目すごい綺麗にしてるんですけど、うん、清潔感あって、うん、カバンの中すごい汚い方いるんですよ。ごっちゃごちゃで、あとメイクポーチがもうなんだろうな、はいはいはい、アイシャドウとかの汚れカスで黒くなってるとか、わかります。ああいうのとかまでに、うん、あの清潔感も大事なんですけど、より細かい部分に清潔感をちゃんとこう大事にできるかっていうのは大事かなと思ってます。その見た目だけじゃなくて、なんか見えない部分もしっかり清潔感は、見えない部分まで、人がその見てない部分にでも清潔感は保つ。それは見られる可能性があるからってこと？うん、見られる可能性が仮になかったとしても、そういうところでなんだろうな、清潔感を持ってないと絶対どこかしらで、あの言葉とか、じゃあ例えば彼女と一緒に、うん、僕に彼女がいたとして、うん、彼女と一緒に中国に行くわけですよ、中国ね、はいはい、そしたらなんかトイレかなんかが、汚いと、はい、私そういうトイレ使いたくない、汚いもん、
せっかくここに来たのに。ダメ、ここもダメ、あそこダメ、一流ホテルまで行って、すみません、貸してください。いや、それはうちはちょっと長いかかりません。じゃあ泊まります。だったら大丈夫だけど、ちょっとすごい清潔感があるけど嫌じゃない、なんか。ああ。すごく気にする人いるじゃん。あ、はい、潔癖なぐらいですか。そうそう、ああ、そうですね。うん、あの、この彼女車乗ろうとして、ちょっと彼女と一緒にどっか行くとして、うん、あ、うちの、私の車ドキンだから、うん、あのちゃんと靴脱いで、うん、あ、ちょっと立ったら、あ、そう、ちょっとすぐ髪の毛がついちゃってる、うん、ちょっとやるな。あれですよね、清潔感があるのと清潔感を持つのがまた違う。おお、何それ、どういうこと。あの、多分さ、今の例えだと、うん、彼女さんは清潔感があるんじゃなくて持ってるだけないんだ、清潔感が、ってことは。どうして？清潔、すごい清潔、ポーチなんかすごい綺麗ですよ。清潔、なんて言ったらいいんですかね。本当に清潔感があったら、なんだろう、汚いものはあの受け入れられると思うんですよね。本当？なんで？なんだろう、自分が汚かったから清潔でいようって思うので、仮にじゃあ汚かったらそれを片付けようっていう気持ちになると思うんですよ。うんうんうん、でも清潔感をただ持ってるだけ。うん、なんか今怪しい綱渡りを始めてる。大丈夫ですか。怪しい綱渡りを始めてませんか。あると思うとは違う、はい、うん、違うんだと思う。そう、例えばタイとかに屋台食べるときに、うんうん、私そういうの食べられない、うんうん、だって汚いじゃん、うんうん、で清潔感のある人言いそうじゃないっていうことは、うんうん、じゃあ仮に自分にそういう汚い部分があったら見ませんよって、触らないですよってこと、それは自分にちゃんといつも綺麗にしてるからそういうのしない、うん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 、なんかあの清潔感って人によって度合いが違うと思うんですよ。あ、はいはいはい、すごく清潔感高い人って、うん、多分いろんなことが嫌、例えばこの部屋も多分許せないと思う、うん、なんか例えば部屋とかでも、うん、綺麗好きな人がいるとすぐこう吐いたりとか、うん、コロコロでコロ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 やるわけですよ。でその人が この記事を見たら、うん、あ、清潔感ないのダメなんだって言って、それより上とか今と同じクオリティを保つと思うんですよね。でそうするとなんか一緒にどっか行っても楽しくなくないかなと思って。あ、ほら来たぞこれ。そうですね、あの、それはそうですね。そのさっきの言った清潔感を持ってるのと清潔感があるのが違うんですけど、すいません、なんか私今まだ語彙力がなさすぎて伝えられないです。例えば1日置いたら、僕もこれ予習して、うんうん、なんとか叩いてやろうと思って書いてますから。恐ろしい。皆さん聞きましたか。清潔感は重要っていう、なんか難しいと思うのは、うん、あとそのポーチが汚いとかも、はい、多分男性が同じぐらい不潔だったらそんなに気にならない。人それぞれ基準があるってことですね。そう、人の基準があって、で その人が、うん、例えば、よく言われるのが、うん、パンを買ってきましたと、袋に入ったパンね、うん、でそれをパンの上に、袋の上にパンを置くっていうのは許せない人がいるんですよ。許せないですか。いや、特に気にならないです、ね、でもだってそのパンの袋って外気にさらされてるじゃん、うんうん、あ、その上に置くっていうことは汚いじゃんっていう、あ、それが清潔感がないと思っちゃってる人もいるよね。あ、そこで議論されてる、はい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 、うん、あ、そういうことか。っていうこと、清潔感って上には上がいて、うん、上を求めたらキリがないですね。そうそ、でもその人は上と思ってない、はい、だから夫婦、もしそれが夫婦だとしたら、うん、旦那さんにダメ出しするだろうね、うん、そう置かないです、それは。そうですね。あと何だろう、バスタオルは洗ってから1回洗うか問題ね。あ、僕は昔バスタオルは1回でも拭いたらもう洗ってたんです。うんうんうん、それが清潔だと思ってて、で今の妻はそうじゃない、うん、え、あ、そうなんですか。洗ったら干して1週間に1回全部洗えばいいじゃん。あ、でもうちは僕のやつは5枚ぐらいあるんだけど、はいはいはい、だから7枚使って、それを全部また2回ちょっとこう何回かこう一旦するわけですよ。あ、そうなんですね。そう、それはどっちですか。私は毎日洗います、ね、そう。で、そしたらそうじゃない人みたいな不潔だと思いません。不潔だと思わないですね。思わない。あ、それはそれなんだって、その人の何だろう、その清潔感の定義がそれなんだって。だとしたらポーチが汚いのは何、それ何でだね、その人の定義なんだっていう。ああ、なんかそれは例えば、うん、いや、明らか汚いじゃないですか。ほら、じゃあ明らかに一回拭いたら、だって一回拭いたら、それもネットに書いてあったけど、うん、はいはい、菌って一日で 何百万ぐらい増える、すごい増えるんですよ、うん、一気に増える、うん、温度が高ければ高いほど、うん、じゃあ一回拭いたら菌がどれぐらいになると思うのって言われたらどうします。ああ、ね、そうか、それも正論じゃん。そうですね。そう、ほら来た、これ買いますか。
買えません。なんかそのさっきのポーチのことを言ったのは、うん、ポーチってその普段男性に見られないじゃないですか。うん、なんかここは例えば、うん、見られることがなさそうだから、うん、このままでいいやっていうその気持ちが反映されてるなっていう意味で、うんうん、私はやめた方がいいんじゃないかって言ったんですよ、ね。なるほどね。つまり、そう見せる自分だけ変えるっていう姿勢がちょっと良くないと。そうなんかいいとこだけ見せようと思って、多分みんな特に恋愛初期とかは。接すると思うんですけど、それはいいと思うんですけど、うん、でもなんか見えない部分もあの私は見せても大丈夫ぐらいの気持ちを持ってたら、うん、別にじゃ汚くても見せれると思うし、大体みんな隠すじゃないですか、うん、あなるほどね、隠す気持ちがあるからだったらそれ近くないってなってる。それはそれもどうかな。それもどうかな。だって一人ぐらい今その旦那さんとかいると思うけど、はいはい、一人になったらちょっと手を抜いたりしない。前は閉めてましたけど、今はしなくなりました。これ自体はこう隠してません？大丈夫？疑われてる。疑われるとか、いやいや、じゃあミックスさん疑ってるというよりもうん、うん、人間ってそういうもんだろうと思っちゃうんだよね。あ、はいはい、あそうですよね、うん、なんか裏があるとか、うん、ちょっとは、ね、裏があるっていうか、本人も気づいてないけど、うんうん、やっぱ人に接してる時とそうじゃない時は違うと思ってて、うん、そうですね。あ、そう、それ、そう、それすごく自分があったので、なんかそれ変えてます今。うん、変えた方がいいっていうことですね。変えた方が楽なんじゃないかなと思って。うん、じゃ博士と会ってる時の自分、うん、誰々と会ってる時の自分、家の自分って分けちゃうと、それはそれで良かったんですけど、うん、なんか私それ疲れちゃったんですよね。なので誰に対してもどこでも同じ。親に対しても、親に対してもこんな感じです。なんか言いたいこと言うし、いや言ってます、僕に言いたいこと言ってます、言ってます、あの可能な限り、あの今の私の知識というか考えの。じゃあ子供に対しても、あ言ってます、言ってます、それはおかしいって言ったりした。いやいや、そっか、いいいいと思う、はい、で僕思うのは、うん、いやそう、なんだろう、人間って、そもそも自分っていうのがあるじゃん、自分、私、はいはい、自分っていうのも人間の機能の一つなんですよ。へえ、うん、でその機能っていうのは2つ役割があって、うん、時間軸の自分、つまり子どもの頃の自分と今の自分、全部自分になってるけど、はい、本当はあの細胞とかいろんなこと変わってるし、まさか5歳の自分は今の自分ではないんですよ、全く。そうですね、でも5歳の時に受けた傷、あるいは最近5年前の嫌なことがあるから努力したりするわけです、はい、で自分ってそういう意味で重要、うん、もう一個はあの人によって役割っていうのを決めてるんですよ、人って。あ、はい、なぜなら それがコミュニティを作るから。会社にいたら会社のコミュニティで役立たないと、うん、この組織が大きくならないんで、人間ってそういう役割を決めてる、うんうん、だから人間自分って言った時には相手の役割としての自分っていうのがあるんですよ、うんうん、そういう意味では本当の自然なのは、うん、役割ごとに自分を変えていくことが人間の生き物としては自然、うんうんうん、です、うんうん、もしでもそれがしない人っていうのはたまにいて、例えばキリストとかね、全員に同じように接するっていう、でマイケル・サンデルが言ってたけど、それその人って友達いるんだろうかみたいな。だからその誰にでも同じように接するってことは、なんだろう、親友にも、職場の、まあ、なんていうか、あんまり親しくない人にも同じように接するわけですもんね。そうですね。で親友が困ってることがあっても、ごめん今この人と先に、約束があるからこっちを優先しますみたいなこと起きますもんね、うん、なんか好き嫌いとかでは、まあ、判断しないかなって感じです。分かりました、次行きますか。点数大丈夫ですか？点数僕ね、はい、200点勝手に勝手に、いやいやいいよ、分かってるよ、200点いいよ、うん、うん、僕はね、ここにだから清潔感は確かに重要だと思う、はい、でそれってあの僕が中学生の時もでも分かったことではある、うんうん、あの中学生の時に、まあ、みんなやっててできるかどうかってまた難しいもんね。でさらにミックさんが言うのは、そういう見えてないところもやるべきだってことですもんね、はい、うん、でそうそう、であと僕は潔癖症みたいな人もいるんで、うん、なかなか難しいなと思うので70点、はい、あ全高いんですよね、実はね、高いですね、なんかこれなんだかんだ言って高いですね今までの中でも確かに清潔感、いわゆるそのなんだろう、あまり綺麗じゃない人、例えば部屋に行ったら汚かったとかは、うん、そうじゃない方がモテるなと思う、うん、うん、おっしゃる通り、うん、じゃああんまり白熱するからこの辺で2個目ぐらいでやめときますので ね、 そうですね、はい、でみんなの読んでまた時間があったらまたこれ戻ってきましょうか。わかりました。で今回は